掃除中にみんなでコミビツの中に待機してもらってます。大半の子はね、眠っちゃうんですよね。こんなベチョーってなって。蓋開けるとね、あ、そろそろ終わりかなっていうんで起きるから、そーっと蓋開けますからね。みんなが起きない、気づいちゃうから、気づいちゃうよまだ終わってないんだよ。ごめんよしよし、ごめんね、めぐちゃん指挟んじゃうよ。はい、ちょっと待っててね。では掃除に取り掛かりたいと思います。さてさて、今度は男の子の番ですよ。男の子はアイボリーとグレーと白で目立ちますねすいません、フーコとウタコの存在感ってすごいんだな、こうやって見ると。あの濃い金クマ色、これはこれで淡くて綺麗ですけどね。はい、皆さん待っててくださいね。こっちから見るとこんな感じ。男の子もゆっくり寝て待っててくれるかな。何食べてんの、あんた。ダメよ、そのもん食べちゃ。はい、ではでは掃除に取り掛かりたいと思います。ちびちゃん出たいの、ちょっと待っててね。はい、女の子の匂いに興味津々だね前ね、あの女の子の匂いで、すいません、この4匹だった時、1,2,3,4 だった時に女の子が入った後に入れると喧嘩したんですよ。だけどね、多分これぐらい大人数だと喧嘩しないと思います。なんかしないけどね、多いとね喧嘩しないんですよ。これマッシュとギルだよ。はい、ではでは、ちょっと待っててね。バイバイ。とりあえず男の子たちをみんな水槽、要するに1階に移動しました。この後にあのここ上上がっていきたい子は自由に上に上がっていきます。大抵はね、半々ぐらい、今登ってて、半々ぐらいね、上と下で、生活してます。寝たり食べたりね。遊ぶときにこの大きい回し車乗りたくて、降りてくることがいますけどね。でも最近は下で寝る子が多いかな。どうでしょう。あ、また登ってた。ちびちゃん子2匹はトンネルが大好きなんですよね。トンネルが好きなのはいいんだけど、ここで生活するから困っちゃうんだよね。トンネルの中もね、頻繁に掃除しないといけないので、できたら卒業して普通に暮らしてほしいです。1階か2階かで。はい、てなわけでご飯をあげていきましょうか。女の子たちはこっちで、最近こっちの部屋が好きなんだね。はい、一匹だけここで中出てるはい、ではでは。はい、皆さん、お掃除が終わったらご飯の時間ですよ。皆さん食堂に集まってください。こちらですよ。ちょっとメタリックなバーが邪魔だけども、あれ、ちょっと小屋のよいしょ、ここら辺ね。
来る来る、みんな来て、みんな来るんだよ。ね、基本的にね、朝昼ご飯は、これ酒粕ですね。これ業務用スーパーでね、あの夏場とかはね、あの売ってないんですけど、あの業務用スーパーでね、あの普通のスーパーで売ってるんで、そっちで買うんですけど、この業務ね、大きめのやつが冬場になって売り出されたので、大抵はお昼ご飯はこの酒粕と、あと厚揚げです。あと今日はね、人間の朝ごはんの余りのブロッコリーの、しかも芯の部分の茹でたのです。はい、気持ちよくなったからね。はい、よいしょ、よっこらしょ。あ、なんか随分あげちゃったな、女の子に。ちょっと待って、返して。ちょっと男の子部屋が大きくなったからね、割とね。ちょっと あっちで食べて。あっち、こっち、こっち、こっち、ももちゃん、ももちゃんちびちゃん、ちびちゃん、こっちで食べようね。よいしょ、どうぞどうぞ。ももちゃん、こっち向いて、こっち、おいで。ビジュアル大事あら、ブロッコリーの芯、めぐちゃん持ってった。ももちゃん、あくまで真ん中で食べたいのね基本的にはうちではね、あの厚揚げは必ず、基本的に必ず揚げてますね。それで、あの、2食揚げてて、あの 朝か昼かどっちかに、酒粕と厚揚げ、それで夜は大抵鶏肉と厚揚げこのパターンが多いですね。ただね、それだと、あの、なんでかっていうと、やっぱ、あの、酒粕の栄養分って何だったっけ、栄養素満点なんですけど、あの厚揚げと鶏肉に関しては、植物性タンパク質と動物性タンパク質を、あの、摂取するできるように、どうしたの、揚げてます。ただカルシウム不足になるのが心配だから、もうちょっとレパートリーを、増やしたいところですね。まあ煮干しも揚げてるこっちゃ揚げてるんですけど、あまり人気がないので。まあ夜ご飯はね、あの、みんな遊ぶ時は上の2つの回し車か、下のこの大きい回し車か、あの、遊び場が両方上にも下にもあるので、あの、なんていうんだ、割とうまく分散されてるから、夜ご飯はまあまあマイペースに食べれるんだけど、なんか朝昼ご飯はちょっとね、あの、下に密集しやすいので、ちょっとあの水槽のスペースを考えないといけないですね。すごいね、すごいね。ちょっとどうしよう、足らなかったねにブロッコリーの芯がちびちゃん乗っかっている。一応なんか上からは迫力がある様子が伺えますね。こっちに2匹しかいないもんね。こんなんじゃなんかよくわかんないですよね。なんかコメントでね、男の子も増えたから、あの、輪っかになる姿を見たいものですねっていうのをいただいて、私も本当にそうなので、輪っかになった男の子の食事風景を見たいということで、しかしちょっと水槽の中が混雑してますので、これね、あの、誤解を招きたくないんだけど、あの、この小屋とこの小屋は、つながってますそれで、あの、だからスペースとしてはここと、あとここと、あの、2階建てなので、あの、一応この数がここにだけ住んでるというわけではありませんので、特に寝るときはね、みんなどっちみち密集したがるので、まあ、あの、そんなスペースは気にしなくていいんだけどね。主に食べるときだよね、ちょっと、あの、スペースが足らないかもしれないです。はい、ちびちゃん
がっしりブロッコリーの汁持ってんね。はい、じゃあちょっと急いで男の子たち追加であげましょう。ではでは、よいしょ、グリコがまだ食べてる。ではではグリコ、お掃除が終わってご飯も食べてあとは寝るだけだね。お疲れ様でした。ではでは。